収穫体験や摘み取ったばかりのフルーツを味わえる農家レストランが淡路島にオープンし、家族連れらでにぎわっています。今月1日に淡路市にオープンしたのは農家レストラングリナリウム淡路島です。地元の農業生産法人淡路の島菜園が耕作放棄された山林化した農地を借り受け運営していて、いちごやトマトを使ったメニューが提供されています。またビニールハウスが併設されていて、いちごの摘み取り体験も可能。こちらのハウスでは吊り下げ式の棚を導入しているため、いちごを見上げながらピクニック気分が満喫できます。甘い、うん、どう？おいしい、おいしい、おいしい。農地では通常農業施設以外の建物は建設できませんが、今回農業の6次産業化を進める国の規制緩和を活用して開設にこぎつけたということです。僕たちは農家なので、生産っていうもの、食べ物を作るっていうものを強みに生かせるような事業を足していければ、淡路島時代に美味しい食材がすごくたくさんあるので、喜んでいただけるようなものを作っていけるかなと思います。このグリナリウム淡路島では摘み取ったばかりの野菜やフルーツをレストランで楽しむこともできるということです。